西田昌司がズバッと答える一問一答のコーナーです。今週もたくさんのお便りいただいております。その中で今日はですね、久保克美さん、男性50代、東京の方です。お問い合わせ、2020年の代表質問以来、稲田朋美さんのことを支持してきましたが、特命委員会での財政削減は残念の一言、西田先生の意見者通り、自民党案が修正される可能性はありますかということですけれども、なかなかないでしょうね。と言いますのはね、私はこの問題、稲田政調会長にも随分進言をしてきたんですね。で、私が稲田さんに進言してきた内容は、私のホームページ、西田昌司の参議院 の, 本あの西田昌司のホームページにですね、財政再建健全と財政再建と経済再生に向けてということで、その PDF で取れますんで、ぜひ皆さん方も見ていただきたいんですが、そこで私が言ってきたのは、そもそもですね、なぜ財政再建をしなければならないようになったのかということなんですね。で、それは大きく分けて2つ原因があるんですが、1つは、景気が悪くなったと、税収がどんどん減ってきたということですね。で、経済政策の失敗というのは一番大きな原因です。それと根本的にですね、それと同時に大きな原因は、別に無駄なお金をたくさん出してですね、財政が悪くなってきたんじゃないんですね。で、はっきりしてるのは、いわゆる、この社会保障費がどんどん増大してきて、それをに賄うだけの、負担をですね、国民からいただいていなかったと。年金やですね、医療や介護、こういうものがどんどん増えてくる。そのために、将来予算がたくさんいりますよと。で、それに備えて安定財源として消費税、景気が大きくなったり小さくなったりしてもですね、きっちり入ってくる、そういう間接税が必要だというので、平成元年にこの消費税が入れられたんですね。だから、この入れた目的というのは、将来のその高齢化に備えるための話だったんです。ということは、それだけ予算がいるんだから、それに見合う分だけのですね、消費税を取ってきたかというと、実は取ってないんですね。 3% で入れて、5% でもなかなかできなくて、ようやくこの前 8%、 今度、来年再来年に 8%、 10% ということになりますが、それもまだ、なってませんから、要するに初めからこの、その分の予算が必要だと言っていたのにもかかわらず、小さく産んで大きく育てようとしたんでしょうけれども、結局は、増税のタイミングを遅らせてしまったと。で、その原因はですね、いわゆる経済が、このバブルが終わった後、非常に落ち込んでしまいましたから、減税を先行させてしまったと。それから、そもそも入れるときにですね、消費税を入れるときに、増減税、中立だと、税収中立で、消費税入れた分だけ他の税金、法人税も所得税も下げてるわけですよね。で、これでは将来の備えになるはずがないわけで、まあ、いろんな意味でこの 税金の上げ方、タイミングが間違ったと。で、それから経済政策は結局、デフレ化政策をしてしまったわけですよね。いわゆる、このバブルが終わった後ですね、本来、この民間需要が落ち込んでるんですから、公共事業をはじめですね、政府支出を増やして需要の掘り起こしをすべきだったのに、その掘り起こしが十分できない間ですね、できない、うちに、この公共事業などの投資を終わらせてしまったと。で、公共事業だけではなくて、さまざまな予算をですよ、今度は徹底的に削減する方向に行ったと。まあ、その原因というのは、小泉さん、その前の橋本さんも含めですね、まあ、この経済が落ち込んできた時に、世論がそうだったんですけれどもね、いわゆるこの民間企業が一生懸命爪に火を灯すように、身の丈に合った形で自分たちのですね、工場を閉じたり、人を首を切ったりやってるのに、政府の方はジャブジャブ金を使って何やってんだと、という全く正しいんですけれども、そのことが間違ってるかのようなですね、指摘をされて、そりゃそうだと、民間苦しいのに政府の方で金使ったのおかしいということで、次々予算をカットしてきてしまったんですよね。で、その結果デフレになったということです。さあ、そこでそういうことが分かっていると、やらなきゃならないのはまず景気回復ですよね。で、予算をどんどん削減して、もうこれ以上ないぐらい削減して悪くなったんですから、今度増やしていかなきゃならないというのは当たり前の話なんですね。ですから、予算をどんどん増やしていかなきゃならない。
で、予算を増やしていくときに、当然予算は税金でやらなきゃならないんですけれども、今景気が悪いんですから、景気が悪い間は、この国債で発行してやっていけばよかったわけなんですね。で、ただ私はもともと今言いましたようにですね、この福祉に対する、高齢化に対する、財源がですね、しっかりもらってないということは事実でありますから、その分消費税上げなきゃならないし、消費税だけではなくて、この国民負担を上げていかなければならないと。で、先進国で見ると、中福祉中負担というのが西ヨーロッパでは常識であります。で、アメリカの場合には、低福祉でありますから低負担ということになっちゃうわけですけれども、西ヨーロッパ並みの中福祉を日本がやってるわけでありますから、彼らは、国民所得に対して大体5割ぐらいのですね、この負担率をしていただいているわけですから、日本は4割程度ですから、そこに10ポイントの差があるわけですね。それぐらいの負担はしていかなきゃならないということなんです。じゃあなんでしていくのかと、私は基本的には法人税上げるべきだと思っています。それはどういう意味かというとですね、西ヨーロッパの場合はですね、結局、法人の税金は、2割台になっているとか法人で言ってますからね、その分雇用に対する、この負担金がかなりあるわけですね。つまり社会保障料の分の、この法人負担分が日本よりもかなり高いわけですね。だからそれに同じように税金を下げていくんだったらですね、どっかでその負担を法人からもらわなくちゃいけない。しかし問題はここで日本の場合はですね、ヨーロッパと違って、大企業がですね、圧倒的に力あるけれども、中小企業が、その分ものすごく大企業から、この労賃を賃金をですね、抑えられているわけですね。ですから利益は大企業に出て、で、雇用はこの中小企業で、大部分は支えているんだけれども、中小企業側で利益が出ないという、こういう構造になっているわけですよね。で、ここでその雇用にかかるですね、法人負担を一律に上げていくとどうなるかというと、中小企業一番たくさん人を雇ってますからね、これは次々壊れていきますよ。で、それを考えていくと、私はむしろですね、法人税で、税の方で納めさせる方が、これは応納負担としていいんじゃないかと思うわけです。つまり、利益が出てる企業、つまり大企業からたくさん取れるわけですよ。で、それが嫌なら大企業は、中小企業側に渡してるですね、工賃手間賃を増やすべきなんですよね。で、そういうとにかくいずれにしましても、法人の方で、それを負担してるという形をしていく方が、いわゆる一律消費税をどんどん上げていくよりもですね、これは低所得者層に対する配慮も含めてですね、私はヨーロッパとのバランスも考えましてもいいことだと思っています。いずれにしましても、そういうふうに負担率を上げるということも将来しなければならない。で、さあそこでですね、元に戻るんですけれども、要はそういうことを考えると、 PB というのは要するに単年度の、この収入対支出のバランスをですね、保とうということで、それ自体は正しいことですけれども、今のように景気が悪い時にはですね、単年度収支よりも将来に向けた投資をどんどんしていかなきゃならないということなんですね。で、その時に、この PB なんてものをやる必要はないんですけれども、なんで PB が出てきたかというと、もともとは債務対 GDP 比ということを言ってきたわけですね。で、この債務が増えても GDP が分母の方が増えてきれば、全体のバランスは小さくなっていくわけです。ところがこれは民主党政権の時にですね、GDP 自体がものすごく激減したわけですよ。まさに大デフレに陥っちゃったと。いっぺんに数十兆円の GDP が落ちてしまったと。で、そこで大蔵省財務省が慌てたわけですね。この論法では本当にもう国破綻すると、じゃあどうしたらいいのかと。で、債務のこちらの分母のが増えないんだったら、赤字の方を減らすしかないと。で、 PB を黒字化する以外、この国は潰れてしまうんだという、まあいわばですね、パニック状態でそういうくだらないルールを持ってきたわけで、こんなルールを使っている国はどこにもないんですよ。かつてアルゼンチンがそのルールを使って本当に国家が破綻してしまったんですね。経済がパンクして。だからそういうルールは使うべきではないと。で、もしやるんだったら、これはですね、私は稲田さんに言ったのは、PB じゃなくてですね、2020年までに赤字国債の発行、新規発行額をゼロにするとすればいいじゃないですかと、ということを言ったわけですよ。それはどういうことかというと、これ PB と同じことなんですけども、単年度で赤字国債を出さないという意味ですからね。しかしそこにあるのは、建設国債は
出してもいいという意味がそこに隠れているわけですね。つまり経済をこの発展させていくのに、いわゆる国土強靭化をはじめとするですね、インフラ投資、地方創生も含めて必ず必要になってくる。でそうした時にそれが経済を大きくするんですから、でそのことをしっかり出せるように赤字国債と建設国債を分けてやる方がいいですよと。で現にかつて財務省もそういう説明してきたわけですよ。赤字国債がこのまさに財政を悪くしているというそのものですからね。で建設国債なんてものは初めから財政が悪いなんてことにはなってなかったんです。片っぽで資産を作って買ってるわけですからね。ところがそれをみそもくそも同じの議論を途中で財務省がやり出してしまった。その原因は建設国債ほとんども発行しなくなったんですよ。全てほとんどがこのいわゆる赤字国債になっちゃってしまったためにですね、このもう国債というもう債務と一括りでですね、彼らが言い出してきてしまったためにですね、こういう変な使い言葉の使い回しになったんですが、まあ、いずれにしましてもそういうことを私説明してですね、稲田政調会長にも申し上げてきたんですけれども、大まか分かっていただいたはずなんですがね、残念ながら何か記者会見の話を聞いてると全く我々が言ってきた、またあの委員会の中で稲田さんもおっしゃってたこととちょっと矛盾することを言ってるんじゃないかと思って心配しております。まあ、あの皆さん方、あの久保さんもメールを送ったと稲田さんに書いてありますけれども、ぜひ皆さん方からですね、もう一度、財務省に、洗脳されたことを言ってるとえらいことになっちゃいますよと、誤解のないようにしないといけませんよということを我々も言っていかなきゃならないと思っています。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。そしてですね、今日はその他にもですね、クルツハールさんですか、それからナックルさん、 NH さん、若き福井藩士さん、豆大福さん、一平民さんが2通、サッシさん、通りがかりの右翼さん、はやぶささんが5通、北風太陽さんが3通、詩人さん、一般薬剤師さん、元お花畑左翼さん、進撃の庶民さん、エビチューファミリーさん、アキさん、トップハンディさんが3通、そして久保克美さんということで27通いただきました。どうもありがとうございました。